流路ガロンヌ川は、スペインのカタルーニャ州北西部に発し、フランス南西部を流れる長さ約 647km の川である。スペインでは、ガローナ川と呼ばれる。ガロンヌという名前は、古いガスコーニ語で、川を意味するガルムナという言葉に由来している。それは、古いバスク語に関連する言語である、アキテーヌ語のカーオンナから来たと考えられている。 カーマイナスは岩を意味する。これはバスク語で石を意味するハリーにも近い。女は川の源を表す古いインドヨーロッパ語族の設備語であり、セーヌ川やソーヌ川のように西ヨーロッパの川の名前に見ることができる。スペイン、ピレネー山中のアランダニに源を発する。トゥールーズを流れ、ボルドでドルゾーニュ川に合流し、ジロンド川となる。ガロンヌ川は 途中でアリエージュ川、タルン川、ロット川という三つの大きな川を合わせる。ボルドーに入ってからドルドーニュ川と合流し、ジロンド川となおかえ9 6トルほど流れて、河口に到達する。他の支流としては、サーブ川などがある。ガロンヌ川は、世界でも数えるほどしかない潮津波が起こる川の一つである。海から1 1 2トルほど離れたガムズ村でも、 サーフィンや水上オートバイをすることができる。ガロンヌ川は内陸の水運において重要な役割を果たす。遠洋航海をする船はボルドーの港まで航行が可能である。ガロンヌ川は大西洋と地中海の2つの海を結ぶ水路の一部であり、フランス南部の農業地帯から大西洋への貨物の運搬において短く安全なルートを提供している。 海から来た船はジロンド川を遡り、左手のボルドーの港まで行く。ボルドーのポーンデピエールまでは大抵の船が運航可能である。大きい船はボルドーに残し、川用の船に乗り換える。川用の船はさらに上流の運河との合流点まで行くことができる。トゥールーズではミディ運河への連絡のために、船は53カ所の拷門を通り抜けることになる。 ありがとうございます。